プレイヤーズミーの時間やってきました。ブー久しぶりのちょっと硬いね。いや俺純礼ですよ。え純礼久しのバター久しの上っす。いやむしろお前がレギュラーとかこれ終わってるわ。俺リーオのお笑いキャラとしてレギュラーなんですよ。何がお笑いキャラ？お前お笑いキャラは僕俺やろ。あ、すいません何もしてないお笑いキャラでした。俺やん。顔もおもろいしお前そんなキャラなんすか？いつからそんなキャラ？今日何時間ですか？呼び方間違えた。とりあえずじゃあ毎度おなじみカモです。いやいや終わり。終わり。初心者。はい。僕よです。え？いや俺あえて捕まえた。林の上の純レギのカズです。お願いします。はい、じゃあ今日のゲスト民謡琵琶湖滋賀の都市伝説テラーこと長富弘隆です。どうしたどうした汗かきすぎちゃいますよ。見てこれなんで回すないんすか？一応みんなユニフォーム着るいつのいつのわちゃん何年すかそれ？あれっすわ俺の母校の大学のユニホーム一緒さ。ちょっと暑かったわこれ。やっぱあれやん。どっから出したんですか？めっちゃしわ。いやそう眠っとった。ちょっと恥ずかしい今。ちなみに何年のやつ？これ多分ね8年ぐらい前違うかな。初めてミーヨがそのナイキになった時の。今はね。じゃあ見て背番号。あそうじゃんいっちゃったんですか？そう俺いっちゃった。いやちょっと暑いわ。めちゃめちゃ緊張してる。もう尋常ぐらいが出てますわ。だけ全然出たくない。いやでもあれやろ。一番盛り上がるやろ。多分。まあ数字に出ますから。実際だって。この前あげた缶コーヒーの開発動画全然伸びてない。っていうかいや俺一言言いたい。お前何しとんの？マジで。なあ。そうですほんまに。何それ飯食って感想いい飯めっちゃ汗かいてんな。何しゃれえな。いやでもマジであれはやめたほうがいいよ。カモコそれもやっぱ一つのコンテンツなんで。いやそのな横文字にしたらなんかちょっといいみたいな感じやん。コンテンツツールとか何お前いつからそんなんなった最近パソコンいじり出してああそうそうパソコンでパソコンをこう触るやんでこいつパッて見たら手こう震えとるどうしたらいいのなんかいやいや震えるんよ手だけどコーヒーもこう多分ようあれカメラ近づけたら多分こんなんだよずっとこのからにムチさんしか笑わんない。いやいや笑わんよないよそんなお前よ言い続けるから俺は今日これだけやな今回これだけでよしゲームしよう。急やな。すごい急。めちゃくちゃ回してくれる。めちゃくちゃ回すやん。回しや。順でいいからちょっと回していってよ。なんかどんな感じかちょっと俺初めてやし、ちょっと緊張してるし、汗かいてるし。とりあえずあれはいいですか？お決まりのフレーズは。まあそうですね。何そのフレーズって。まあなんか。まあこのチャンネルは選手運営っていうのと、津間さんに会場とかお金を。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。っていうのを言いたかったので。ってことを言いたかったんですけど、もうすごいラリーがすごいから。溜まってる分を吐き出そうと思ってお前に対して。あ、出ない。いやもうそれは別に。そんなん別にもうね。もらうけど。もらうけど別にあれじゃないですか。編集で。しっかり編集だと。えぐいえぐい。えぐい。いやいや、もうトムさんがすべてなんで。いや、話進まんのよ、これ。何この感じ。話進まんの。硬いすぎる。俺も傘に期待してさ、YouTube で出る時見とったんよ、傘も出て。硬い。こんなんなかった。硬すぎて。こんにちは。こんにちは。誰が一番硬かったですか、今まで。お前。俺？うん。なんかぶっとる。やろ。わかるやろ。まだね。まだねとか。今見たこれ慣れてんな、やっぱ見ませんカットできへんわ。全部使おう、全部使おう。今日だ、ノーカットっすね。ありがとう。もう何歳のこの人も何々だけ呼んでくれ。何歳ですか、ちなみに。いいよ。俺どれさ、人生まれ違う時にするよ。39でしょ。36や。なかなかなれ人前や。え、ネズミ年？イエーイ。あ、アクリル板の年？もう一回あるじゃん。マジで一回です。な、もっといたわってほしい。その、俺はその一応最年長やし。最年長としてもっとリスペクトしてほしい、俺を。みんなにってこと？みんなってか、まあチームっていうかお前特に。めちゃめちゃ指定してくれます。よし、ゲームしよう。え、ゲームやらん。あ、そうなんですか。だってお前らゲームってもトランプやろ。絶対思んないよ。なんかあるんですか。じゃあゲームはゲームでやるんで。あ、分かった。まだお話したいの。そうですね。いろいろね。ちょっとシャシャなんといて。じゃあカモコーヒーの話しよう。あ、いいっすか。ああ、聞かせて。トミさんからわざわざ。聞かせて。まあ一応次のそのまあがイラつく。まあなんでブロコーヒーの話したぐらいでみんな思ってること俺が言っとるだけどさ、代弁者。うるせえ、お前ふぐも言うな。で鈴鹿線でコーヒー出す予定で今進めてるんですけど、まあいい感じの仕上がりで今進めてるんで、コーヒー語んなよな。まあご期待していただければなと思うんですけど、そのなんか今ここにはない。いや、すみません、用意してないんですけど。マジか。できんなぁ。あ、違う、言い方違った。パオン。いや、ピエン。また作りすな。見とる人も、あ、知ってる知ってる。コメントきますね。グッドボタン結構つくよ。何食うっておい。めっちゃ仕切るやん。めっちゃ先頭で仕切るやん、この人。いいやですか。いいやけど。なんで乗っかってきたの。いいやけど。すごいやん。圧が。もうお前じゃ任しきれん。本当。ってことはレギュラー狙ってるってことですか。いや、レギュラーは狙わん。レギュラーでも近い。5秒。45分でいて46分に着いた。場所がね、それは行けるですね。しかもちょっと軽く走ってきたけど。いやいや、いや、そのね、全然おもんないな。なんかそのツッコミも昔おもろかったよ、こいつ。昔の久しも言ってた。いや、なんかカモは成長するから。いや、カモは本当面白かった。昔入ってきた時はね、わちゃわちゃやって。いや、めちゃめちゃおもろかったよ。一緒になんかわわやってた。なんかお前でもそう、やばいやばい。何歳ですかっていう話。なんかね、俺はずっと思っとったけど、こいつがなんか変わったっていうか、なんか思んなくなったのは多分やけど、プペル見てからや。あれからおかしいな。なんか俺分からん。知らん。え、見てへんの。そう、あれを映画見に行ってからなんかおかしくなった。影響されちゃった。多分。ジェイクは西野さんじゃない、西野大先生。ほら。シーク入って、シーク。そうだよね。そういう。めっちゃ嫌や。なんか、なんやろな、なんか、そのプペル見てから、なんかちょっと変わった。ノリとかも全然悪くなったし。で、めっぽうブスになった顔も。それはプペルも影響されたんじゃないかなと俺は思う。なんか。プペル。いや、ほら、おもんないやん。こいつみたいな。全然おもんないやろ。めっちゃおもんない。いや、人って変われるんで成長しますよ。コーヒーの説明してよ。脱線したけど。コーヒーめっちゃ脱線してたね、今。いや、言うことないんですけど、コーヒーの方。それでよくコーヒー作ったな。確かに。いや、とりあえず、あれじゃない？価格とか、そういう。価格でも、どうしようやろ。なんか、その、作る時に、その、サポートしてくれる人が多いじゃないですか、コーヒーのね。はいのうるさいね。そうそう。で、その多分、その人が多分、鴨さん、この方がいいですよ、みたいな。で、こいつ知らんやん、なんもコーヒー。わからんやん。で、なんかこう飲んで、ああ、そうっすね、みたいな。多分、それでずっと流されていって、出来上がったコーヒーみたいな感じだった。もう全部違う。全然違う。また外れ。説明して。また外れ。またお前の。まあいろいろだから結局種類。また外れね。まあ6、7種類くらい最初用意してもらったんで、それをもう本当に一口一口飲んで、でまあ自分飲んだけど、今飲んだけど味全然わからんかったし、とりあえず7個あったら1つ選びましたみたいな。それそれもう全然違う。違う。全然間違い。また外れ。いいよ。また外れね。また外れ。いこう。で、勝ったな俺レギュラー。いやでもいいじゃん。で。ちょっと笑ってしまった。いや今の良かったです。良かった。それ待ってた。で。顔だけ。それでほんまにだけどないんやろ、そのなんか思いとかもないでしょ。自分もほんまに好きから入ってるんで思いとかないから出てこんの言葉が全然静かにしてない。俺もこの前開発動画でコーヒーを飲んでる時にチラッてノート見えたんやけど、あれはあえて持ってるだけなんだ。このノートは何のノート？お前がいつもよくツイッターとかで書くノートか。いやいや、めちゃめちゃ宣伝してくれるやん。それじゃないんやけど。味方だ。めっちゃ宣伝してくれる。こういう話をさせてくれるじゃないね。で、あれはもうこんなに種類のやつによって自分のほんまに例えば深いあっさりしてるとか、そういうのをメモしてって最終的に自分の好きなコーヒーにしたいなと思って、あれは今の自分のカモコーヒーは2つを合わせてるんですけど、ブレンドね。ブレンドして、で、もうまだ続くその話。自分のでね、僕も初心者なんで、それはもちろんコーヒーの人たちからしたら謝るよとりあえず。いや、それはもう本当に初心者です今ね。で、すみません、言っとってそこなんね、おもんないの、プペル見ていや、分からん俺はプペルめっちゃ出すやんなんで、僕もこれから成長していくっていうことで、じゃあ次、そのさ、ポイントゲッターの試合の時に、売るわけやん。じゃあ、そのお客さんはさ、実験台みたいな感じなんですか？いや、でも実験台ではないです。僕がほんまに好みで作ったやつなんで。結構完成形？完成形ではない。完成形ではないですけど、じゃあ出せるわけじゃないよ。ほぼ完成の中にあと1ピース2ピースくらい。聞いた？それじゃないですね。プペルのやつ。ピース。ピース。もらえるの逆にクレームくるの。未完成じゃないです。未完成。プペルもなんかそんな感じだよね。未完成の話だよね。まあこれから続くんで物語は。プペルも合わせる感じ。いや、結局そこなの。これからやっぱり美味しいコーヒーになるためにお客様の声とか聞いていきたいんで。金額はいくらなの？そう、それ大事。気になる。一応もうホットコーヒーは400円っていう値段設定にさせてもらいました。本当にいやスタバより高いぞ。スタバお前350円ぐらい買えるぞ。いや、本当に大手チェーンのスタバさんよ。あれが350円でなんでお前が上行ったの？あれ多分上ってことじゃないですか。スタバより上ってことな。そうそう。スタバより普通にでもこれです。これはこれ。コンプライアンス的にこれ。普通にまあほんまにいい豆を使ってるんで、その協力してもらってるメガカフェさんに気持ちはね、スタバよりうまいぐらいだけど、そうじゃないとやっぱやっていけないから、そういう志が大切だよ。やってゆえからみたいな、なんかさ、ちょっとなんか分になってたって本当やっぱその志が大切なんで。で、400円でアイスコーヒーはいくら？アイスコーヒーはちょっと豆の量を倍にやっぱりしなくちゃいけないし、で、溶けるからね。まあプラス100円の設定にもうしないと、やっぱりお前が儲けれんと。いや、儲けってその500円にしないとお前は儲けれんみたいな感じだね今。いや、その儲けへんの話はやめましょう。なんやっぱ何の話？じゃあ無料にしようよ。いや、それはダメです。大損なんだ。それはまあ僕だけの問題じゃない。絶対カットせんだなそこ。全部カットで。目標の今回のプレイヤーズミーは長いな。これ一番長いよな。今やってる中で一番長いな。でなんでまああとはもうそのだからアイスが500円でホットが400円で、あとはもうまあコーヒー豆を豆の状態のやつともう豆も売る感じ。粉末状にしてるやつを。ドリップ？いや、ドリップ限定何色？じゃあ何杯というか何色っていうの、こういうの頭にいいか分からんけど、何杯？まあ目標はやっぱり100杯を目指したいです。前回100杯以上売れてるんで。何その前回100杯以上？100円なんですもんね。まあまあそう、それはまあそのさ、言ったらさ、前回から300円以上の味はうまくなったって自信ある？あります。そこはすごい。それ多分それと待ってなかった。じゃあ4つ買おうか。俺が4つ買うわ。味方？味方なん結局。楽しみやな、エイジのコーヒーな。あでもね。いや、ほんまに前回美味しい美味しい。その豆は何を使っとる？聞かせてよ。豆ですか？それ豆言った方がいいんじゃない？豆は豆はい言って。マンデリンっていう豆とガテマラ。ガテマラ。あ、ガテマラね。いや、ガテマラ。もう、いらんかも。いらんかも。いらんわ。久し入れる？久しでお前喋れへんの。あ、確かに。ペーコ持ってくるって逆によかった。で、あ、それのまあブレンド。まあ僕がそこの。じゃあ俺はマンデリンとグアテマラを買ってきたらカモコーヒー近づけるってこと？まあ、その何対何の割合かは自分で決めてくださいよ。うん、そこはもうこっちは言えないんで、気分ですもんやっぱり。いいよ、なんか言ってもう特にもういいですか。学んで特にもうほんまに5月16日の日曜日に販売するので、もうぜひ皆さんなんかあるんじゃん、ご来場お待ちぜひしてます。ここにそれ編集俺がやるんで、俺出さないんで空振りの話ないの。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、最初のテンション得意。めちゃめちゃ喋ってらしいけど、最初。頑張ったよ。コーヒー。ありがとうございます。ありがとうございます。また出てもらえますか？いいと思う。ありがとうございます。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。はい。あれ、じゃあ。じゃあ締めのやつやってもらいたいの。はい、最後にどんな感じ？どうぞ。フリートーク、フリースタイル。はい、ありがとうございました。今回のゲスト、神田と長富都市伝説テラーの都市伝説テラーのミーヨの都市伝説テラーのミーヨの都市伝説テラーの長飛選手に来ていただきました。ご視聴ありがとうございました。最後に、今週末、5月16日日曜日、ホームで布引グリーンスタジアム、鈴鹿ポイントゲッターズとの試合です。13時キックオフになってますので、ぜひ、足運びに来てください。よろしくお願いします。チャンネル登録ぞ。なんて。チャンネル登録してくれ。今のはいい。もう帰るわ。ありがとうございました。